すすめのお店はトンテキ食堂中村さんです。新宿三丁目駅 C4 出口からすぐのところにあります。中村さんは美味しいトンテキがいただけるお店です。店内は長いカウンターとテーブルが2つあります。お客さんは20代から40代の男性が多いですね。お昼のピーク時でもそんなに混んでいないのでいつでも入りやすいです。メニューはこちらです。トンテキはシングルでも十分楽しめるんですけど、たくさん食べる人はダブルにするのがおすすめですね。注文の際にご飯の量とニンニクのありなしを聞かれるので準備しておきましょうね。こちらがトンテキ定食シングル、ご飯は大盛りです。トンテキが熱々の状態で出てくるのが食欲をそそりますよね。中村さんのトンテキはすごく分厚くてとにかく柔らかいです。濃厚なソースとの相性も抜群で、ご飯がどんどん進みますね。がっつり好きの僕にはたまらない味です。昼だけでなく夜も定食を楽しめるので、夜に来て瓶ビールとともにサクッと定食を食べて帰るというのもおすすめですよ。ぜひ行ってみてください。最後のお店は切り麦屋甚六さんです。新宿御苑前駅2番出口からすぐのところにあります。甚六さんはミシュランビブグルマンにも選ばれた絶品のうどんがいただけるお店です。店内は和食の落ち着いた雰囲気です。お客さんは20代から40代の1人とか2人で来ている人が多いですね。男女比は半々ぐらいです。メニューはこちらです。名物は親子天うどんで、人気なのは野菜天うどんですね。天ぷらやおつまみメニューもたくさん揃っているので、夜の飲み会できてうどんで締めるというのもおすすめです。こちらが人気の野菜天ざるうどんです。ねじれて盛り付けられたうどんがとても美しいですよね。うどんは少し細めではあるものの、程よくコシがあって食感も素晴らしいです。お出汁は昆布やいりこ、かつお節を使ったものでキリッとした味ですね。天ぷらはちょうどいい揚げ具合でサックサクになっています。そしてこちらが名物の親子天ぶっかけうどんです。ぶっかけうどんは名前の通りつゆをぶっかけていただきます。誰でもぶっかけでもうどんやつゆは変わらないみたいなので、お好みで頼むのがおすすめですね。鶏天は柔らかくしっとりとした鶏胸肉の旨味をちょうどいい厚さの衣が包んでいて、すごく美味しいです。卵天の半熟具合も素晴らしくて、料理人さんの腕を感じますね。1100円で楽しめるちょい飲みセットもあるので、昼でも夜でも美味しいうどんを食べにぜひ行ってみてください。2つ目のお店は亀井戸餃子本店さんです。亀井戸餃子さんはつまみ餃子を食べるならここというお店で、本店はメニューが餃子とドリンクしかないくらいお酒に合う餃子を提供しています。店内は座敷とカウンター席があって、合計40席あります。お客さんの方としては友達と来ている人とか、一人で来ている20代から60代の人が多かったです。フードは餃子1本なので、メニューはドリンクだけになります。客席と同時にドリンクを聞かれるので、あらかじめ決めておきましょう。まずはウーロン茶で乾杯です。めちゃくちゃビールを飲みたかったんですけど、僕はお酒は夜しか飲まないという自分ルールを決めているので、ぐっとこらえました。こちらが餃子です。この餃子は野菜がたくさん入った餃子で、小さいのも相まってバクバク食べられちゃいます。本当におつまみ餃子という感じで、めちゃくちゃビールが飲みたくなります。
夜来てお酒飲めばよかったってめちゃめちゃ後悔しましたね。からしが一緒についてくるんですけど、このからしがまたおつまみ餃子との相性が抜群です。最高に美味しいですね。亀井の餃子さんは2皿食べるのはマストで、食べている餃子が残り2個になると自動的に追加されます。2皿目の途中で、3皿目食べますか?と聞かれるので、はいと答えると、もやし、ニラがサービスで出てきます。周りを見ていると、餃子は4皿頼んでいる人が多かったです。僕は日曜日に行ったんですけど、11時20分に行けば待たずに入れると思いますよ。直しも150円とドリンク激安で美味しい餃子を味わえるので、お酒と餃子を楽しみたいって人は、ぜひ行ってみてください。2つ目の店は東京餃子郎さんです。三軒茶屋に本店がある餃子屋さんで、今日ご紹介する中で一番ご飯に合う餃子のお店です。横浜に住んでいた頃は三軒茶屋本店によく行ってたんですけど、池袋に住んでからは新宿店に行くようになりましたね。新宿店はカウンターが10席とテーブルが4テーブルあります。メニューはこちらです。せっかく東京餃子郎さんに来たなら、焼き餃子のしそを食べてみてほしいです。ちなみに、ドリンクメニューもこんな感じになっています。こちらが焼き餃子の左がニラ、ニンニクだし、右がしそ、ライスとスープになります。東京餃子郎さんの餃子は、小さめ、薄めの皮で、癖のない美味しさなので、バクバク食べられちゃいます。この餃子を食べていると、本当にご飯を食べたくなるので、ご飯はぜひつけてほしいです。僕はこの後予定があったので、ニンニク、ニラなしを注文したんですけど、特に予定がないっていうのであれば、ニンニク、ニラありの方ががっつりとした味なのでおすすめです。東京餃子郎さんに来たら絶対に頼んでほしいのが、このしそですね。かぶりつくとしその香りがふんっと鼻に広がって、こんな餃子食べたことないってなります。一緒に出てくる味噌ダレも美味しくてたまらないですね。ご飯に合う餃子を食べたいという人とか、本店のある三軒茶屋の近くに住んでるという人は、ぜひ行ってみてください。最後のお店は大衆割烹三州屋さんです。三州屋さんは銀座一人飯三選という動画でもご紹介したお店で、夜も美味しい定食が食べられて、本店、店ともに食べログ100名店にも選ばれている名店です。本店は一丁目の動画で紹介したので、今日は銀座一丁目店をご紹介します。銀座一丁目店の店内は6人掛けのテーブルが6つと結構コンパクトな作りになっています。お客さんは本店と同じで、深い会社員の方も70代くらいの常連の方も、女性1人の方もいます。メニューは本店と同じです。10月から4月限定のカキフライはめちゃめちゃ美味しいので、10月から4月はぜひカキフライを頼んでほしいです。カキフライともう一つの名物である鶏豆腐はこちら側のメニューを頼むとついてきます。こちらが銀むつ煮付け定食です。三州屋さんの数あるメニューの中でも、僕はこの銀むつが大好きです。コロコロトロトロになった銀むつは程よい加減で煮付けられていて、ご飯がどんどん進みます。皮までしっかりと美味しくてたまらない味になっていますね。名物の鶏豆腐はジューシーな鶏の旨みがスープに溶け出していて、優しい味なのにどこか旨みを感じる絶品の一品になっています。鶏と豆腐がコロコロと入っているっていうのもグッドポイントですね。こちらが10月から4月限定のカキフライ定食です。すごく大きいカキフライがなんと6個も載っています。三州屋さんのカキフライは身が縮むことなくぎっしりと詰まっていて、めちゃめちゃ美味しいです。そこら辺のお店が、とりあえず出しましたというカキフライとは、全く違う本物の美味しいカキフライなので、皆さんもぜひ食べてみてください。ちなみに、本店がいっぱいでも、支店なら入れることもあるので、こだわりがなければ支店に行くのがおすすめですよ。こんなに満足したのに、たったのこの値段という、僕が追い求めるコスパ重視なら、三州屋さんがおすすめです。ちなみに、どのお店も12時になると待ち始めるので、
早めに行くのがおすすめです。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。